考古遺物に見る、ブケパロス相場、ブケパロスに乗って戦うアレクサンドロス三世、イッソスの戦いを描いたモザイカ壁画、ポンペイ遺跡より出土。イタリアは、ナポリの国立考古学博物館所蔵。ブケパロスをかたどった、セレウコス一世時代のソリドス金化、大英博物館所蔵。アレクサンデルセウエルス地聖下のローマ帝国で、鋳造された青銅貨表面は、 兜をかぶったアレクサンドロス三世の頭部肖像。裏面は暴れ馬、ブケパロスを順置するアレクサンドロス三世。ブケパロス、ブケパロスはアレクサンドロス三世が相場とした一等の群馬。その名はラテン語系ではブセファロスもしくはブセファラスと表記される。日本語ではブケファロスとの表記も多い。大きな黒い馬で額の星が 牛の角の形であったことから、ブーケパロスと呼ばれた。お馬であったとされているが、語尾変化を論拠に貧馬であったという説もある。また、伝説では、星ではなく、角が生えていたとも言われ、ポンペイ遺跡から出土した壁画にも角が描かれている。また、ニセ、カリステネスのマケドニア人、アレクサンドロスの生涯系統伝説は、人食い馬であったと記している。プルタルコスの、 対比列伝によると、ブケパロスは、ペラスギティスさんで、アレクサンドロスの父ピリポス二世への、貢ぎ物であったが、暴れ馬で誰も乗りこなすことはできなかったという。若きアレクサンドロス王子は、ブケパロスが彼自身の影に怯えていることに気づき、父と駆け押し、馬の視線を太陽の方向へ向かせることで落ち着かせ、見事に気上順地してみせたという。以来、ブケパロスは、 アレクサンドロスの哀場となる。なお、ブケパロスの血統は、トルキスタン産のアハルテキンダネであるとする説がある。紀元前326年、アレクサンドロス三世軍とポロス王の軍がぶつかった、ヒュダスペスカ藩の戦いにて、ブケパロスは戦死した。戦いに勝利したアレクサンドロス三世は、哀場を丁寧に埋葬し、この地に築いた新都市をブケパロスにちなんで、 アレクサンドリア・ブケパロスと名付けた。アレクサンドロス・ロマンスのうち、ニセ・カリステネスのマケドニア人、アレクサンドロスの生涯系統伝説によれば、ブケパロスは人を食べ、乗りこなせれば、世界を支配できると、信託されていたという。アレクサンドロスは、ブケパロスと共に4頭のチャリオットで古代オリンピックに出場し、アレクサンドロスを侮辱した上で挑戦してきたニコラオスを引き殺し、 優勝したとされる。シリア語の系統伝説によれば、アレクサンドロス伝説では死んだ時に30歳であったという。マルコ・ポーロの口実をルスティケロ・ダ・ピサが表した、東方圏文録を、ヘンリー・ユールが1871年に英語訳した、ザ・トラベルズ・オブ・マルコ・ポーロ一貫29章に、バラシャン国の子孫と記述される。ただし、ブケパロスやその伝説の記述はないの馬は、 足が速く、低徹なしに山を走る。そこにかつてブケパロスの子孫である一本格を持つ、馬種を国王の叔父が飼育していたが、国王に譲らなかったがために殺され、叔父の妻はそれを恨んでかかる馬種を皆殺しにしたという記述がある。ありがとうございます。